本命アユ、これは逆半身かまずよりの塩なぎなんです。さっきのは前前の塩、これは大半身かの塩、今度は逆半身かの塩左右のいうところになります。それで一本目はまっすぐ、二本目が出たと右手に右足がこういかざる、三本目があんまり前にまっすぐ出ない、三本目が前足の前にちょっとこういう感じで踏み出すんですね。まっすぐ回転する関係でこういう感じ、その時に一本目はまっすぐ、二本目でこうなってる、右手に右足こういう感じ、それで手が握りにかかりながらこの足がこういう、それで右足が寄せながらここまで、今度はウィンしてこちらさんとこう踏み込みながら相手の首筋、または振りかぶってくる相手の腕、すごい気をつけて、それでこれが今こう回りながらこの足が横に、はい、相手の左の下からこれはキツ、そしてここに左の相手を左手下に、そして斬新でここまで、でこの場合右拳が右膝の上まで歯が十分に入って返して正解、そしてつぶる納めに、このようになっています。まあゆっくり説明してから分かると思いますね、こういう形、こういうまっすぐ、そして右、その時このポイントを打つ、右手右足が出ない、そして左足大きく前で出る、右足のつま先あたりに回るような、そしてその時に右に入って、そしてこのあれを寄せながらこういう踏み込みながら、でお世話で振りかぶっているというのは相手はここだと、それでここに入って相手を左に落ちた、そしてそこから切り上げながら、そして左の相手左下に向き合う、そして右拳が右膝の上に歯が返って、ここで歯を戻す正座、そしてつぶる、おさめ、こういうふうな、ゆっくりともう一回やってみますか。一、ですね。あ、そのままだ。そして三、そして四、あ、ちょっと待ってください。高齢者でとかやりにくいな。まっすぐ1、2、3、本当はこのあれ一つになったものですね、重要なところです。そして踏み込みながら手をつける両に開いて相手を左側にした、そしてそこへ、ね、そしてあ、それから下段右へ返す、そして正解、つぶる、収めですね、こういうふうに今度どうする、棒にかける、棒にかける、じゃあこの与作の棒に合わせてみんな前を向いてやった方がいい、今の相手をやってみてください。まあ、さっきから言ってる通り相手の前が構えになります、ですから相手が
目を取るときにも下から脱ぐ必要はない。そもそも下からしかないんです。こういう体勢で切ってすごい、これ叩かないように取ってください。それで相手がこうしろと相手が探すんで、こういう腕を次はここで下ろす。体が自分の身に寄りながら、そしてすごい、もう一回こういう下から切る、そしてすごい剣はこう刈りながら動いて、そしてもう一回右に寄りながら相手の左脇下を切り上げながら動いて、空口まだ厳しいつけるで、そうせそこへこっちか、こういう体勢だな、いいですね。そうせそこから多い、そうせ右に体が開くな、入ってそうい、はいどうぞ、はい、これは本当は、はい、あ、これ体を開きながら、そこに切る、そこに、ね、両を立てながら体が横に入る、相手のこれを打って、それでこのやはりさっきはこっち切ったんだ、切るわけじゃないんで口なんですが、ですからそこに、そしてこれはだから切るわけにいかないので、打ってこうはなるところでやります。タイがこういう感じで、ついそしてすごい両立てながら、すごい右にタイが開きながら青い、そしてすごい、両こうやりながらタイが開いて、そうそうそう、こういう今のところにそれはすごい、そして相手の左に向いて、そして上の先端を回すね、はいどうぞ。一体違うんですよ、この時間は正面打っていこうか、ね、でそのまま正面打って、そしてこういう強くのかけ、そうで忘れずに相手の反面そのまま引き抜いて、でこの上がった手やってどうぞ、世界中皆さんやってた、まあこれも違うんで、これ相手じゃない、はっきり言って、それは相手のというより日本の武道のね、解釈の仕方がここをとどめる、具体的に相手の攻撃をストップする、これは武道なんです。相手は違う、己を留めるんです。日本の字のあれをよく考えてください。歩行というのは喧騒法一、とどまると内側にある、外を留めるんじゃない、己内なる己の心を留める、これが我々相手のものの自分の感謝、その大きな違い、人を留める己です。ですから僕らはこういうようなことをします。これやってから大体が相手を一回ストップしてから反撃して相手を倒すと、これは情動になったんですが、合気道はそういうのが一切ない、相手をストップするってことはない、フラッタとは勝負、これは前に勝負をしない、フレオでは相手を抑えるための手じゃない、相手を引き出すための手になる。大先生に言うと、言うとね、人はそれぞれに違った能力を持って生まれてきて、その能力をお互い出し合うから人間違いの能力になって、それをお互いにそれを抑え合ったらどうなりますか、人間社会がこれですよ、ね、人間の手の使命は物を作り育てる生きる方法を指す使命です。これは人間の手の使命だ。
それは中にこれ今日金地に書いているものにしておりますので、ね、まあそれはせいぜいその拳は繊維ぐらいのしかない、ね、金地繊維ぐらいから大きな感じになりますから、ね、その程度の人間のカスでも手のカスならそうじゃない、金じゃ買えない尊いものを作りそうで生きる方向を指すんです。これは人間との罪だ。ですから僕らは法律家振り合うとは必ず相手を引き出す方向を使う。これは相手の方向だ。我々の警護の形が全部相手を押さえつける方向にいかない。前に前に相手を引き出す方向に罪で、それ今のような場合、ね、振り合った時にもうですね、じゃあ止めてください。触れ合った時にもう終わりになってるんです。これじゃない。触れ合った時にもう相手のあれを押す、もう取れちゃってる。これが我々の生き方なんです。ですから僕らこれやる必要ない。これでまずあの相手の、ね、特性の入り身に入ってください。もうほとんどこれも入り身なんですよ ね相手がこうしてこう来たからこうなんだったらこれが入り身なんです。一切相手もこういう見ないなってどっち行っても相手が相手将棋の近くが入ってるんですか、ね、そういう感じでこう入ってそこにそれで入って入り身に入ってるんです、ね、ですから体が横に開いてこれはこの時もこれを打っていく。それが声に入っている点がそれで回すこれは我々の意味なんです。ですから一回全部使うことがあります。でこう入ったのこれそしてそれに入ってどうぞ行きましょうか。でこうに入ってそれで僕らの潮投げはこういう感じです、ね、入ってすごいですね潮投げとは。一般ではねこの潮投げ大概はこれで受けてる受けてこれを取って間に合わない、途中なの受けてこれを取ってこれ頑張ってないかわからない。危なくてそんなことやってない。これ世界中の愛嬌家の本にみんな書いてある。ただ一人だけのこの仲間の最強の岩本生徒先生が書いてるのは違う。だからこれも残念ながらそう差がない。ってことは斉藤先生のギャラがまず浮き自分から浮きさせてくると大差ない。50歩100歩だよこの場合は何のそう差がないんだよ、ね、だから我々は今の入り身のそういうあれじゃないか。今の入り身は何あの状態で大概もう開いた時を受ける前に相手を捉える。これも2回目なんだ。受ける前ってことは受けるっていうのはもう下から相手が来たとこのあれも下から入ってる。下から入ってる相手を取られちゃって触れ合った時にはもうすでに相手を今日受ける必要なく相手本体を取られちゃってる。これ2回目なんです。これは僕らの仕事のようにとほとんどそうなんだ。触れ合う前に我々の前に相手の近くに入ってる自分の相手を倒すだけの場合でもですね、その倒す力を相手が正しいと次の段階に行けられるようにその方向を探っていこうと。これは相手の人の道を切り開く己の道を切り開く、これは相手のあり方です。人の道を閉ざしやがて自分の道を閉ざしてしまう従来の世のものの展開全然違う正反対ですから、それを一つ考えてみてください。合気道の技はどの技にもそういうように合気道の面が全部生きています。それが表現できなかったらこれ合気道の技とは言えない。単なる格闘技、ね、神の変化の道具ですよ。そうならないようにしたくない考えてください。体が横にしないで、まっすぐこれまっすぐ、そう自分の腹の中そこへ入ってください。どうぞよろしくお先に言いますので、半歩を動かして、我々の場合は、
通の場合だと愛情を持っていくことに気づいてくれる。我々は構えがなければ何もその状態から愛情を持つ。だから無理だときはもう半歩の無理だと愛情を捉えていく、ね、そういうふうになっています。ですからこういう感じで愛情を持ってくるときにですね、入っていく、そうですね、入っていくと思います。こうしてみると分かるとおり、剣をやらないと愛情の内容が分かる。投げたところで、あそこで投げて、あれで勝つんだな。あれはもう4段階になってます。投げの前にも3段階が終わってた。とかの、よくあの、相手の稽古に、まあ、体にしたりするいろんなことを聞いたりする。分かるけど、手間がかかりすぎると遅すぎる。とは違うの、早すぎる。だから分からない。まあ、僕も柔道の時代に空手の時代がありまして、僕は勝って、ああ、明らかに名人だな、そういうようなものが、あいつは勝負の段階になっちゃったんです。まさか。だから僕は彼らに対して、お前たちの分かってたまるかって、俺も分かったはずなんだよと。我々は標準にして、大体4段以上抑えて、3段まで揃ってきます。空手なりに、柔道なり、剣道なり、やったっていうのは4段、知ってるっていうのは5段なんだよ。そうなんだ。それであっても4段5段上っていうのはほとんど分からない。分かるわけないんですよ。次元が違うんですから。それを我々はしっかりと覚えておきます。今逆にね、かつては我々が合気道入った頃、柔道剣道空手のあれ書くのはそれだよと、合気道、あの武道っていうのはもっと深いものなんだと、それを求めていたのが合気道。まあ、今反対に柔道剣道空手的なやつが入ってくるこんなですよ。そういう風情が出やすい、まあ、情けない話です。これでやっちゃいけない。愛情はそんなもんじゃない。何を思ってるんです。彼らが考えるの全然違う。触れ合う前に勝負があるまで考えられない。でも愛情は事実そうです。本能を持つのばかり。実際相手の剣にそれでやる、触れる前に瞬間瞬間しても勝って、これは一度のあり方。その勝つからいわゆる昔の武道の表現だから倒す殺す、それを牛川一枚やられてる。それをいけませんよと、そしてあんたは別の生き方があるんだよと言って次の段階を地位支援、そして共存の道を求める。これは一度の生き方なんです。それをこういう技を持って自分の体で確認していく。これは我々の稽古なんですが、それよくこういうものをやりたいと思います。今の場合構えがないこの状態から常に入って、入ってすごい触れ合った時にもすでに愛情しておいて、構えがない状態から常に入る、そしてすごい入ってきてしまう。はい、どうぞ。塩でやってみてください。女子ですからね、入って、そうですね、入ってすごい、これはあの、踏み込んだ時ですね、顎を、顎を入れる、まあ、当てないように実際は、顎を入れる、入って、入って、それで、昨日も、そうですね、膝を打ってすごい、顎を打ってすごい、そうですね、膝を打ってすごい。はい、どうぞ。それもう時間かけたんだろう、そんな大丈夫か。で、今度あの、ヘソ行っていたんだけど、ちょっとぐらいまあ、僕らはそうやってるんですが、つがいがどうかっていうと、普通は大変後半それでこう、それでこういう、僕らの場合、手がこうじゃない、ね、こっち入って、こっちから、こうじゃない、こうなる、こいつが、手がこうにありますから、こっちから、そしたらここに入って、こう引いて、こう強い、
よくこれは似ている。当てにこれで入れるというようなもの。バカすぐに人が倒れるから。ちょっと痛いなってくるくらいで。なんで人が倒れる。で、こういう時のね、あれはね、あいつからさ、本当は俺なんです。これは鍛えられない場所。これも昔からこう、あの、武道の世界で、剣で切り上げる場合、これは、やれることもない。両方ができる場所、鍛えられない場所。ですから、相手の人は体を使って、こう鍛えてます。今日、試合にいます。当然、手が、捨てたんですか。これ、十分抜く手でも、効果がある場所。これ、命の必要ありますね。ただ、数分間、絶状態になりますから。だから、効果は十分ある。命の必要ない。戦闘能力は徹底的に守ること。そういうところに当てる。これ当てるのを要点なんですね。ですから、我々はそれを捉えている。我々の稽古の場合はね、作り崩すっていうのはほとんどがそういう形で、当て身の呼吸でやってるんです。とは一般で相手だと言って、口や当て身っていうのは、お前じゃそれどういう形で、いや、そうなってる、そうです。そんな分かりもしないけど言うなって言うんですね。愛憎の作り崩しを全部当て身でやってるんです。ですから、どの稽古におけてもほとんどが入るようになってる。だそれを正面やったんじゃ稽古にならない、ね、ああいう形にもって格好つけようって。だほとんどが当て身でやってる。ですから今の場合も当て身になる。そういう形で稽古が。あと、剣やるとこれも、この段階では相手を打ち合いにいる形になってきます。まあ、そういうところに、こう、入る。さあ、フレアの方が、普通の、あれは体がこうなってるんですよ。我々は反対になって、刀ならこれを、あの、右の部分に、もう切り上げて、こうなっちゃう。それがこう入ってきて、それでこうで、腕を打ち合いにいこういうわけ。フラットの勝負はお芝居なんです。そしたらこれ当てがないです。剣だったら相手の右腕を切り離した。これが我々の方です。効果効果になります。そうそうそう。で、そこに出てきます。どうぞ行ってみましょう。剣でやってみましょう。剣でやるとすごい。入ってもう一回。下から切りや相手の層から剣を返す。峰でもってこれを待ち上げる。ね、そしてもう一回こいつ。もう古い人はそんなにやってると思うんですけど。ね、こういう剣を返す。それですごいです。でもう一回。はい、どうぞ。今日の場合、まあ、いつも言うようにね、まあ、切りませんからね。切るわけにいかないんで、相手が面をこうやって、こうやって、本当は顎を引っ張る。それでこういくんですよね。本当はこれやりたいとか、これやる練習になりませんから。相手の頭を引っ張る。それでそうやって、こういう。頭叩かないよね。頭の上よく。あの、だから、ちっちゃい人は大きい人でやると口つけて。手が違うと、だいぶ条件変わってきますが、はい、どうぞ。こういう感じで、ここに、はい。それからそこへ、で、そこへ、うん、もう一回。ね。上の先端を回ると、それからそこへ、そこへ、そこへ、もう一回。はい、どうぞ。それで、そこへ入って、こういう。これはね、相手を見たっていう、これはもう本当はこれです。これ、アイハンドって手取りの時なんかも使うんですよね。アイハンドの場合、こうやって切りとか、手取りとか、取り切ってで、つけ。これ用意しなきゃいけない。そういう場合使う。切り、つけ。まあ、今の場合は、
相手のその正面の声を受けながら強い。本当はこれ。それは行為なんです。手を返したりする行為ですね。じゃあこの位置。入って行為入ってよ。さあ。体がこういう位置から降りた。そうすると行為なんです。簡単な動作です。先生やるとこれは